マイナビティーズチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、リコです。久しぶりの有観客ということで、お客さんがいる感覚ってこういうことだなっていうふうに久しぶりに思うことができましたし、皆さんが今日のために作ってくださったうちわとかもたくさん見えて、もう本当にひたすら嬉しい気持ちになりました。ありがとうございました。最初はちょっとかっこよくなることが思ってたんですけど、なんか皆さんの顔見たらちょっとニヤニヤしちゃって結局笑っちゃったんですけど、まあそれもありかなとか、いろいろそんなことを考えながらずっと歩いてましたね。楽しかったです。 TGC はやっぱりずっと憧れの場所ですし、もう本当嬉しかったですし、まあその時はまだ有観客とか分からなかったんですけど、まあ自分が持ってる力を全部出し切ろうっていう気持ちでいっぱいでした。ピンクのパンツを履いているんですけど、これはなんか私プライベートで普通に購入しようか考えていたので、なんか今回履けてちょっとハッピーな気持ちになりました。これだけは外せないっていうのがわからないんですけど、もう雑誌を卒業してぐらいからはずっと足を出さないもう最近はもうパンツかスカートを履いてもロングスカートとかですかね。そんな感じです。でも色は結構使ってましたね。もう今落ち着きすぎちゃって黒か白しかほぼ着ないみたいなファッションになりがちなんですけど、学生の頃とかはまだなんかすごく元気があったというか元気だったので、もうなんか洋服にもそういう元気さが現れてたなと思います。私は高校が女子校だったんですけど、本当にめちゃくちゃ楽しくて、特に私は高校2年生の時に修学旅行に行ったんですけど、まあ、その修学旅行でオーストラリアに行って初海外だったので、すごく思い出深いですし楽しかったです。高校生までだけど、まあ、制服を着ることと、まあ、なんかまあ勉強とかもちろんですけど、それより何よりも遊ぶこと、もうひたすら遊んで笑うことが私は最高でいいと思います。もっと制服で遊びたかったですね。私は割とその学校終わってからすぐお仕事に直行することが多かったので、まあ、それもすごく私は楽しかったんですけど、まあ、なんか今になるとちょっともうちょっと制服で楽しんだけばよかったなと思います。中学校、高校は本当いろんなことがあると思うんですけど、まあ、それも全部ひっくるめて青春だと思って、で不安な気持ちをどこかで持ってるのもきっと周りの子もみんなそうだと思うので、皆さん前向きに頑張ってください。応援してます。以上、リコでした。バイバーイ。